皆さんこんにちは。今回はですね、健康スポーツ科学メジャーに迫ってみたということでですね、早速リポートしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。私も恥ずかしながら普段全くスポーツとは、はい、縁のない生活をしてしまってるんですけれども、この健康スポーツ科学メジャーっていうのがね、一体こうどういうメジャーなのかすごい気になるところで、ちょっとこちらは見てください。皆さん、なんだかこうたくさんの器具が並んでいて、何をする部屋なんでしょうか。片山先生、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。健康スポーツ科学メジャーの片山です。よろしくお願いします。お願いします。先生、こちらは一体こう何をする部屋になるんでしょうか。はい、こちらはトレーニングをする部屋ではなくて、はい、現在の状況を測る測定室になります。測定室。はい、なるほど。今の状況、ポテンシャルを測る部屋になっています。わかりました。そしたらちょっと詳しくお話聞かせていただいてもよろしいですか。はい。まずこの健康スポーツ科学メジャーっていうふうなこう名前を聞いて、一体何をこう学んでいくメジャーなんでしょうか。はい、なんかスポーツというとどうしてもインストラクターっていうイメージがあると思うんですけども、実はスポーツっていうのは非常に広く贅沢な分野なんですね。はい、いろんなところのことを、スポーツに関すること全般を学んでいきましょうっていうのがこのメジャーになります。例えば筋肉をしっかりつけたいっていうことだけでも、筋肉を太くしたいのか、それとも敏捷性のある体を作りたいのか、目標が大切になります。目標、目標ですね。その後、今の状況、現在地を測って、そこから目標値を見ていくということで、このトレーニングっていうやり方が全く変わってきますので、実際に今日測ってみましょうか。お願いいたします。はい、よろしいですか。こちらの方がですね、すべての基本となる脚筋力を測る。脚筋、はい、腰を前に出すような感じで、膝の位置を変えないようにして、はい、上にぐーっと持ち上げていくような感じで、ね、ゆっくり息を吐きながら、はい、どうぞ。よいしょ。はい、OK でーす。今ので足の筋力ですね、太ももの前側、お尻側、太ももの裏側の筋力を測るようになります。今までわかるんですね。そうですね。はい、でここから現在地をしっかり見ていって、そこからどういうふうにトレーニングしていったらいいか。今回これを見てくださっている高校生だったり、はい、このメジャーに興味を持ってくださっている方々に対して、何か先生の方からメッセージがあればお伺いしたいんですけれども、はい、どうしても大学の勉強っていうと難しいイメージがあると思うんですけども、はい、興味があることっていうのは何でもこうスーッと体に入ってくると思うんですね。確かに。なのでスポーツとか健康に興味がある方はぜひですね、ちょっとチャレンジしていただいて、はい、興味があることはどん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 勉強していけると思いますので、それを我々がお手伝いしていきましょうというスタンスでいきたいと思っています。わかりました。ありがとうございます。はい、はい、それでは健康スポーツ科学メジャーに関する調査はこれにて以上になります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。さよなら。待ってます。健康スポーツ科学メジャーで目指せるキャリアは、トレーニング指導者、フィットネスインストラクター、健康指導者、各種スポーツ指導者、スポーツ施設マネージャーなどがあります。